ユートはテーブルの上を見て小さくつぶやいた。お箸がない。そんな何気ない小さな一言にミユはピクリと反応した。あら、ごめんなさい。すぐに用意するわね。そう言って私がお箸を出そうとしたとき、今度は大きな声でユートが言った。ごめんなさい。ごめんなさい、お父さん。今日のお仕置きは僕が受けます。だからお母さんには。お仕置き？一体何を言っているのだろう、ユートは。理解ができなかった。だが、ミユもユートも表情は固く、体もこわばっているようだ。お仕置きだなんてそんな。お箸を出し忘れたのはバーバなんだから、ユートは気にしないでいいのよ。ユートはちらりと私を見て、次にカズキの方へ視線を移した。やだな、ユート。何を言ってるんだ？カズキは明らかに動揺していた。私は先ほどから感じていた違和感の正体に気がつき始めていた。ミユもユートもカズキと話すときになぜかものすごい緊張をしているようなのだ。結婚したときは楽しげに話していたミユだったが、今はカズキが一方的に話していた。ほら、ミユも何とか言ってくれよ。カズキは焦っている。そしてきっと誰もがこの食卓の空気が重いことに気がついている。だが、誰もその空気を変えることをしようとしなかった。カズキ君、どういうことか説明してもらおうか。やがて夫が口を開く。夫も何か感づいたようだ。優しい性格の夫だが、この時ばかりは私も見たことがないくらいに怒っている。深呼吸をしながら握りしめた拳をテーブルの上に置いているが、その手は震えていた。私の名前はマユコ。夫と娘と三人で暮らしている。夫のイサオとは職場結婚で、結婚後すぐに娘のミユを授かった。退職すべきか悩んだ時期もあったが、夫は私の仕事を続けたいという意思を汲んでくれた。ミユを産んでからは、夫と二人で家事と育児を分担し、お互いに協力しながら生活をしている。夫曰く、家事は手の空いている人がすればいい、とのことで、掃除や洗濯、料理など、私が気を使うほどやってくれた。ミユがまだ小さかった頃、熱を出して仕事を休まなくてはいけない時も、私にばかり負担がかからないようにと、交代で有給を取ってくれた。父親だから、母親だから、という考えは私たちにはない。ミユのため、そして家族のために働き、何よりも三人で過ごす日々が幸せだった。そうして、いつしかミユも成人を迎え、今年で25歳になる。どうやら職場にいい人がいるらしく、近々挨拶に来るそうだ。夫は、まだ早い。なんて言ってるけど、私が結婚したのも今のミユと同じ年だ。当時のことを話題にすると、もごもごと口ごもった。後日、ミユが連れてきた男性は、カズキという名前で、ハキハキとした声で話す気持ちのいい好青年だった。夫も一目で気に入ったのか、お酒が進んでいるようだ。カズキ君、もっと飲みなさい。まるで部下にお酒を強要する上司みたいだ。お父さん、カズキはそこまでお酒が強くないのよ。大丈夫だよ、ミユ。僕は嬉しいんだ。ミユの大切なご両親にきちんと挨拶できたし、これぐらい。カズキはすでに酔いが回っているのか、ろれつが回らなくなってきているが、受け答えはしっかりしている。そんなやりとりを見ながら私は考えていた。正直、ここまでの好青年を他の女性が放っておくはずがない。私は仕事をしているので、
これまでたくさんの若者たちと関わってきた。みんながみんなそうだとは言い切れないが、好青年と見受けられる男性たちは大抵モテる。親目線ではあるが、ミユもそこそこ美人だ。だが、どうしてミユを選んだのかを知りたい。カズキさん、無理しないでね。この人、ミユがこの家から出ていくのが本当はちょっと寂しいのよ。それをお酒でごまかそうとしているだけなんだから。夫は小さな声で、うるさいやい、と子供が拗ねているように言った。カズキが多少酔っていることもあり、私は真正面から聞いてみることにした。ところで、カズキさんってモテそうなんだけど、うちのミユを選んでくれた決め手は何だったの？カズキは小さな声で、そんな、僕はモテないですよ、とつぶやいた後、ニコニコ笑ってミユとの馴れ初めを話してくれた。カズキとミユは同期入社で同じ班で研修を受けていたそうだ。その時に意気投合し、研修後カズキは東京の本社、ミユは地元の支社に配属されたが、連絡は取り合ってお互いに切磋琢磨していたらしい。たまにカズキが出張でミユのいる支社に顔を出し、そういう時には一緒に食事をしたりしていたそうだ。僕がある時仕事でヘマをしてしまったんです。その時ただ優しく慰めてくれるだけなら他の女の人でもよかったんですが。カズキはいつの間にか眠ってしまった夫にブランケットをかけるミユを見ながら続ける。ミユさんはそれを笑い飛ばしてくれたんです。結構な損害だったのにもかかわらず、もうやっちゃったものは仕方ないよって。なんなら私があなたの役職についてやろうかと思ったんだけどね、笑いながらミユが言う。へこんでいる場合じゃない、きっと見返してやるっていう気持ちにさせてくれたんです。そんなミユさんの前向きで豪快なところに気がついたらどんどん惹かれていきました。ミユは私に似て男勝りな部分がある。母親としてはもう少しおしとやかに育ってほしかったのだが、そこを気に入ってくれる人がいてよかった。私はただ気の合う友達としか思ってなかったんだけどね。そう言いながらもミユの耳は赤くなっている。お酒のせいだけではないのだろう。うん、なかなかお似合いの二人のようだ。少し前までカズキを疑っていた自分を笑いたい。カズキは心底ミユに惚れ込んでいて、他に寄ってくる女性たちには何の興味もないと断言していた。ミユは仕事のことばかり考えていて恋愛をする気はなかったそうだが、彼の熱烈アプローチに根負けしたらしい。そうして付き合い始め、ミユに東京本社への移動の話が出た時にカズキがプロポーズ。仕事を続けながら結婚生活を送るということを二人で話し合って決めたそうだ。お互いに信頼し合っているのがよく伝わってきた。二人の馴れ初めが終わると、夫はやっと目が覚め、何の話をしていたんだ？と、寝ぼけた声で聞いてきた。本当は寝てなんかいないな。私は夫の内心を見破るのが得意だ。これはきっと、寝たふりをして聞いていたに違いない。内緒！と、平静を装いながらも耳を赤くするミユと、同じく照れ笑いを浮かべるカズキの姿をすっとぼけた顔で見る夫。そんな三人を私は微笑ましく見つめた。カズキのご両親もミユのことを気に入ってくださり、円満に二人の結婚は決まった。それからは両家の顔合わせ、結婚式などバタバタと月日は過ぎていった。結婚後、東京へ移り仕事を続けていたミユだが、子供ができるとあっけなく退職を決意した。あれだけ仕事に熱心で、しかも念願の東京本社に移動したところだったのに。
私は何かあったのかと心配したが、私はお母さんみたいに器用じゃないから、仕事と子育てを両立できるか自信がなくなっちゃったんだよね。それに、どっちも中途半端にしたくないし。ね。と、自分を納得させるようにミユが話すので、あまり口を出してはいけないのかと察した。もしかしたら、カズキのご両親の意向があったのかもしれない。それでも家庭に入り、子供のために生きようとする娘を、私と夫は支えていこうと話していた。孫のユウトが生まれたのは、ミユが仕事を辞めてから1ヶ月後だった。臨月までミユは働いていて、職場の上司にも産休育休をギリギリまで進められていたのだが、きっぱりと退職した。よほど子育てに専念すると決意をしたのだろう。仕事を辞めてからは、うちにも顔を出す頻度が増えた。その表情はやはり明るいものではなかった。東京から我が家まではそこまで離れた距離ではない。私はミユに里帰り出産を提案してみたが、それもまた断固として受け入れることはなかった。こんなにも頑固な子だったろうか。私は引っかかるものがあったが、妊婦特有の情緒不安定なのかもしれないとミユの意思を尊重した。そうしてミユは自宅近くの病院でユウトを出産した。私も夫もカズキのご両親も初めての孫の誕生を心から喜んだ。ユウトが生まれてからは一月に一度はユウトの顔を見せに来てくれていたが、その回数も少しずつ減っていった。お正月かお盆か年に一度会えるかどうかだったが、私はそれでも幸せだった。会えなくても、ことあるごとにミユからのメールでユウトの成長が見られたからだ。私も夫も相変わらず仕事をしていたが、そのメールで送られてくるユウトの写真を見るだけで頑張れた。会える時はおもちゃを一緒に買いに行ったり、ご飯を食べに行ったり、存分にユウトを甘やかした。もうお父さんもお母さんも、あんまりユウトを甘やかさないでよね。ミユは言うが、その顔は微笑んでいる。甘やかすのがじいじとばあばの役割なのよ。と私が言うと、みんなで笑った。そんなひとときが幸せだった。そして、ユウトが4歳になった年の夏。そんな私の幸せなひとときが音を立てて崩れたのだ。その年のお盆は、1年ぶりにミユたち家族が帰省していた。お盆といっても私と主人の職業柄、世間のお盆休みより少しずれていた。今年はお正月も仕事だったので、カズキが有給を使い久しぶりの帰省だったのだ。私はユウトの成長を見て目を細める。ユウトはいつも礼儀正しかった。4歳の男の子ならもっと動き回ったりしてもいいものなのに、今もミユの隣でおとなしく正座をしている。ユウト、もっと楽にしていいのよ、と声をかけても。大丈夫だよ、おばあちゃん、とにっこり笑って言う。そんなユウトをミユは優しい眼差しで見つめる。そういえばミユの口数が少ない気がする。それにしてもよくここまで立派に育ててくれたわ。ミユが仕事を辞めると決めた時は心配もしたけど、ユウトの成長を見るとあの選択は間違ってなかったのかもね。私はそう言ってミユに話しかけた。ミユは私を見て嬉しそうな、でもどこか悲しげな表情をする。自分の中ではうまくいっていないと思っているのだろうか。そうなんですよ、お母さん。突然ミユの代わりにカズキが張り切って答える。僕があの時ミユに仕事を辞めるようにお願いしたから、ユウトはこんなにもいい子になったんですよ。私は何か違和感を感じた。ミユが仕事を辞めたのはカズキの願いだったのか。でも仕事は続けるということで結婚したんじゃなかったか。子供ができたことで
二人の考えも変わったのかもしれないが。まあ男の子ならもう少しやんちゃしてくれてもいいんだが。夫も私と同じように何か思うことがあるのだろう。もういいじゃない、優斗は賢くて優しい子なの。私が育ったんだから、シンはしっかりしてるわよ。と、なぜか慌てた様子で、ミユはこの話題を終わらせた。そんなやりとりを、カズキはニコリともしないで聞いている。静まり返るリビングに、テレビから流れる情報番組の音だけが聞こえる。その空気を変えるため、私はわざとらしく大きい声で切り出した。さて、そろそろ夕食の準備でもしますか。ミユ、ちょっと手伝ってちょうだい。母子二人になれば何か話してくれるかもしれない。そんな期待も込めて、私はミユをキッチンへと誘った。さて、今日はユートの好きな手巻き寿司なんだけど、私は感じていた違和感を内に秘め、何でもないふりをして話し出す。ミユは手際よく酢飯を作ってくれる。この家にいるときは全然料理なんかしなかったのにね。ふふっと笑いながらも、ミユは酢飯から目を離さない。共働きでミユを育ててきたから、こうしてキッチンで二人並んで料理をすることなんてなかった。ミユは中学高校の頃は塾や部活で遅くなることが多かったし、大学生にもなるとそこへアルバイトも始めたものだから家にいることが少なかった。正直寂しい思いをさせてきたと思う。だからこそ仕事を辞めてユートのために家にいることを選んだのだと思っていたが、先ほどの和樹の言い方ではそんな感じではなさそうだ。私は手を止め、ミユの方へと向き直す。ねえミユ、何か話したいことがあるんじゃない？ピタッとミユの動きが止まった。しばらくの沈黙の後、ミユもまた私の目を見つめ、あのね、お母さん、と何か言いかけた。次の言葉に詰まってるのだろうか。まだ何か躊躇しているようだ。私が声をかけようとしたとき、ビールなくなっちゃったんだって、お父さんが取ってこいって。ユートがキッチンへやってきた。ミユは我に帰り、冷蔵庫から缶ビールを取り出しユートに手渡した。えらいねユート、さすがだね。私がユートを褒めると、ユートはにっこり笑ってリビングへと戻った。本当にまだ4歳なのにしっかりお手伝いもできるのね。私が感心していると、ミユはまた悲しげな表情になった。何かあったの？私がもう一度話を聞こうとすると、今度はミユがにっこり笑い、何でもないよ、ちょっと移動で疲れちゃっただけ、大丈夫大丈夫、といつもの明るい感じで返事をするが、やはりどこか無理をしている気がする。それでもミユは明るく振る舞うので、それ以上は踏み込めなかった。夕食の準備も整い、キッチンから食卓へ料理を運ぶ。男たちはリビングでビールを飲みながら気楽なものだ。二人の時は夫も手伝ってくれるのだが、こういう時は仕方がない。料理や取り皿、飲み物、グラスなどをテーブルに並べ終えた後、さあお待たせしました、みんな座ってちょうだい、と私は声をかけた。わあ、おいしそう、さすがお母さんですね。嬉しそうな顔をして和樹は料理を褒めてくれる。何のことはない、手巻き寿司の準備くらい誰にでもできる。社交辞令かもしれないが、素直に受け取ることができなかった。そんな私の気も知らず、誰よりも早く和樹は席に着く。そして隣にユートが座ろうとした。ところがユートはテーブルの上を見て小さくつぶやいた。お箸がない。
そんな何気ない小さな一言にミユはピクリと反応した。あら、ごめんなさい、すぐに用意するわね。そう言って私がお箸を出そうとした時、今度は大きな声でユートが言った。ごめんなさい、ごめんなさい、お父さん。今日のお仕置きは僕が受けます。だからお母さんには。お仕置き？一体何を言っているのだろう、ユートは。理解ができなかった。だがミユもユートも表情は固く、体もこわばっているようだ。お仕置きだなんて、そんな、お箸を出し忘れたのはバーバなんだから、ユートは気にしないでいいのよ。ユートはちらりと私を見て、次にカズキの方へ視線を移した。やだな、ユート、何を言ってるんだ。カズキは明らかに動揺していた。私は先ほどから感じていた違和感の正体に気がつき始めていた。ミユもユートもカズキと話すときになぜかものすごい緊張をしているようなのだ。結婚したときは楽しげに話していたミユだったが、今はカズキが一方的に話していた。ほら、ミユも何とか言ってくれよ。カズキは焦っている。そしてきっと誰もがこの食卓の空気が重いことに気がついている。だが誰もその空気を変えることをしようとしなかった。カズキ君、どういうことか説明してもらおうか。やがて夫が口を開く。夫も何か感づいたようだ。優しい性格の夫だが、この時ばかりは私も見たことがないくらいに怒っている。深呼吸をしながら握りしめた拳をテーブルの上に置いているが、その手は震えていた。カズキは何も言わずに黙り込むばかりだった。夫がどれだけ問い詰めてもカズキは口を開こうとしなかった。じっとテーブルの上を見つめている。これでは拉致が開かない。私はミユとユートに話を聞いてみることにした。お仕置きって何？いつものことなの？ミユは返事をしなかったが、ユートがゆっくりと決意を固めたようにうなずいた。いつもはね、お母さんがね、お父さんに。ぽつりぽつりとユートは話してくれる。ユートの口から語られるものは信じられない内容だった。ミユが少しでも家事を楽しようとすると罵ったり手を挙げることもあったこと。その日の夕食が気に入らないと流しに捨て、一人で外へ食べに行くこと。夜遅くに帰宅してミユが起きて待っていないとひどく叱りつけること。聞いているだけで胸が張り裂けそうになる。僕は小さい頃からそんなお母さんを見てきたんだ。最近は僕もちゃんとできていないと僕の分までお母さんが怒られちゃうんだ。ユートがしっかりしているのは自分のせいでミユが怒られないようにするためなのか。僕ももうすぐ5歳になるからそろそろお母さんを守れるかなって。だからお仕置きは僕が代わりに。ユート、ミユはそんなユートの気持ちに気がついていたのだろうか、言葉にならず泣き出した。今の話は本当のことなのか。夫は声を荒げてカズキに問い詰める。しかしカズキはこちらを見ようともしない。うなだれて座っている。もう限界。ようやくミユがこれまでのことを話してくれた。結婚した当初は楽しくやっていたが、カズキの態度は少しずつ変化していった。妊娠が分かった瞬間、仕事を辞めるように詰め寄り、ミユがそれに応えようとしないと分かると、今度は職場の人たちにミユの退職について勝手に報告していった。周りの人からその話を聞いたミユは、カズキと話し合おうとするが、お前が仕事を辞める選択しかねえよと
話し合うことすら拒まれたそうだ。妊娠中の情緒不安定や体調不良も重なり、ミユは退職を選んだ。せめて臨月まではと退職日を決めていたが、その間和樹はミユに聞こえるように嫌味を垂れ流していたそうだ。妊娠中も出産後も体調を気遣ってくれたことは一度もなかった。育児も何一つ手伝わないどころか、夜泣きがうるさいからと夜中に出て行き帰ってこない日もあったそうだ。そして優斗が大きくなるにつれ、ミユへの仕打ちはひどいものになっていく。ミユは優斗を守るためどんなお仕置きでも受けていたそうだが、どうして相談してくれなかったの。私は申し訳ない気持ちでいっぱいだった。大事に育って、やっと自分の幸せを見つけて巣立ったと思っていた娘が、こんな目に遭っていたなんて。もっと早く気づいていれば。私さえ我慢すればいいと思ってたの。ミユはか細い声で続けた。何度も離婚の二文字が頭をよぎったが、父親がいないということで、ユートが寂しい思いをしないか心配だった。また、和樹のご両親は自分の息子のしていることを知らず、優斗とミユにはよくしてくれていた、と。自分さえ我慢すれば他の人たちが幸せでいられると考えていたようだ。ところが優斗が成長するにつれ、和樹のお仕置きは優斗にまで及ぶようになってきた。私はいくらでも我慢できる。けど優斗にまで手を挙げるなんて、もう限界よ。ユートはそっとミユに寄り添っている。怒りを抑えた声で、夫が再びカズキに問いかける。カズキ君、最後にもう一度聞く。ミユやユートの言うことは本当なのか。カズキはうなだれていたが、諦めたようにやがて顔を上げ、ニヤニヤしながら答えた。ああ、そうですよ。それもこれも全部。あんたの娘が俺をコケにするからなんだよ。あんなにも好青年だったのに、今はそのかけらさえも見て取れない。人の表情というものはこんなにも変わるものなのか。和樹はミユの器用さに嫉妬しているようだった。結婚して東京本社へ異動になったミユには、和樹よりも上のポジションが用意されていた。もちろんミスをすることもなく、上司にも認められ、ミユは部署の中心的存在となる。和樹とは部署が違ったのだが、夫婦ということもあって、比べられることが増えたそうだ。嫁さんの方が仕事ができるんだな。家でも尻に敷かれてるんじゃないか？などという声に、和樹は耐えられなくなっていった。ミユの妊娠が分かった時に、和樹はものすごく喜んでいたが、自分の子供ができたというよりも、これでミユと自分とを比べられることがなくなる嬉しさだったのだろう。ミユを仕事から遠ざけ、家事育児に専念させ、これまでの鬱憤を晴らすかのように少しのミスでも責め立てる。それでもミユが家事や育児をそつなくこなすのを見て、自分は家へ帰らず遊び歩き、家にいるときはミユに辛く当たった。そんなのただのやっかみじゃない。私は思わず声を上げた。和樹はケタケタと何かに取りつかれたかのように笑う。俺よりできる女なんて面白くないんだよ。女はもっとか弱く、少しくらい抜けてるところがある方がいいんだよ。ミユは何か心当たりがあったのか。他に女がいるのよね、と確信をついた。お前なんかよりよっぽどいい女さ。和樹は相変わらずヘラヘラとしている。出て行け。今すぐこの家から出て行くんだ。本当は大声を出し殴りたかったに違いない。そんな感情を必死でこらえ、夫は歯を食いしばり和樹をにらみつける。金輪際ミユとユートに近づくな。離婚の手続きは弁護士を通してもらうからな。和樹はその言葉に、はいはいと、こっちの方がごめんだぜ。こんな強気な女と
人の顔色しか伺わないガキなんてな。ひらひらと手を振り、一度も謝罪もなく、和樹は我が家を後にした。和樹が去ると、みゆが泣きながら、お父さん、お母さん、ごめんなさい。ゆうとも、ごめんね。と謝ってくる。みゆが謝ることじゃないわ。私も早くに気がついてあげられなくて、ごめんね。お母さん、僕はお母さんが痛くないなら、それでいいんだよ。私たちは自分自身を責め、そんなお互いを慰め合った。数日後、みゆとゆうとは東京から引っ越しをしてきた。荷物はほんの少しだけ。生活に必要なものは、和樹が持ち出すのを拒んだからだ。そうして離婚調停は始まった。和樹は最初、意気揚々と調停の場に顔を出したが、だんだんと顔色が悪くなっていったようだ。それもそのはず、みゆやゆうとに手を挙げていたことや、育児を放りっぱなしで遊び歩いていたこと。我が家で漏らした他の女の影など、和樹に非があることは明らかだった。和樹は特に反論するわけでもなく、離婚調停はすんなり幕を閉じた。めんどくさいことになる前に、みゆとゆうとを手放したかったのだろう。慰謝料や養育費などの支払いは生じたが、それにも素直に応じていた。だが最後まで、和樹の口から謝罪の言葉が出ることはなかった。ところがその後、和樹は会社をクビになる。和樹はみゆと離婚していたことを会社には報告せずにいたのだが、和樹と他の女が社内で仲良くしているところをみゆの元上司が目撃したらしい。元上司がみゆに連絡を入れたところで、離婚していたことを知った上司は常務に報告。実は和樹が仲良くしていた女は常務の娘さんだったのだ。常務に呼び出され、娘さんとは結婚していた時からの関係だが、もう離婚もしたし問題はないことをアピールした。ところがこの常務の娘さんが和樹を裏切っていた。奥さんとは別れるって言われて半ば強引に、と父親に伝えていたのだ。娘さんには婚約者もいて、和樹も遊ばれていただけなのだが、結局結婚中にも手を出していたという不貞行為を咎められ、あっけなく退職に追い込まれたようだ。それからは実家からも疎遠にされ、慰謝料と養育費の支払いに追われ、今は極貧生活をしているらしい。みゆは携帯も新しく変えたので連絡はつかず、我が家にも電話がかかってくることがあるが、すべて夫が対応している。そしてそれでもしつこくつきまとってこないのは、私と夫の職業が功を奏している。私と夫は警察官だったのだ。和樹もそれを知っているから、大きく出られないのだ。みゆとゆうとは、あれから我が家で暮らし始めた。みゆは元の仕事のつてを利用して再就職し、バリバリ働いている。ゆうとは新しい環境にもすぐ馴染み、転園した幼稚園でも友達がたくさんできた。年頃の男の子らしく、毎日服を泥だらけにして帰ってきては、みゆに呆れられている。私はみゆとゆうとを守るために、誇りでもあった仕事を辞めた。いつ何時、和樹が押し入ってくるかわからない。あの時のことを思い出すたびに後悔が押し寄せてくる。もうあんな思いはしたくなかったから、私は決意したのだ。自分の幸せ、家族の幸せは私が守るんだと。ご飯できたわよ。私はみんなに声をかける。ゆうと、みゆ、夫がそれぞれテーブルにつく。いただきます、と手を合わせ、今日あったことをみんながそれぞれに話す。そう、この幸せを私は守っていくのだと、今日もまた決意を新たにした。150円あります。これでお空のママのところへ連れてってください。駅員さんの前に着いた孫のアリサは、
リュックから財布を取り出すと、駅員さんにお金を差し出した。それは…アリサに真剣な眼差しを向けられた駅員さんが、困惑して私たちを見る。アリサちゃんおいで。私はアリサをぎゅっと抱きしめ、ママのところに行くには時間がかかること、電車では行けないことを説明した。私が安易に、ママはお空にいる、なんて言ったからだ。アリサはそれを信じて、ママに会う方法を必死に考えていたのだ。寄り添っていたつもりだったけど、私はアリサの気持ちを全然理解していなかった。アリサの思いを知り、私は胸がはち切れそうになる。私はただアリサを抱きしめ、彼女が落ち着くのを待つことしかできなかった。その時、後ろから声がした。覚悟、できたな。え？私もアリサも思わず顔を上げる。そこには鬼の形相をしたトールが立っていた。ほら、行くぞ。お父さん、ちょっとどこへ？私の質問に答えず、トールは険しい顔をしたまま、アリサを引きずって向こうに止まっている電車に乗り込んだ。私の名前はかすみ。2歳年上の夫、トールとは20歳の時に友人の紹介で知り合った。当時、私は弁当屋で働いていた。ある日、11時の開店と同時に2人の男性が店に入ってくる。あれ、かすみ？わ、びっくりした。この辺で仕事してるの？会社、ここから徒歩10分くらいなんだ。今日は午後一で会議だから早弁しようと思って。あ、こちらは先輩のトールさん。ここはトールさんおすすめの弁当屋らしくて。友人の隣でトールと呼ばれる男性がペコリと頭を下げる。あ、この人知ってる。週一くらいで来てくれて、いつも焼きそば弁当を買う人だ。よく来てくださいますよね。いつもありがとうございます。丁寧に頭を下げると、トールはパッと顔を赤くした。トールの様子を見た友人がにやける。トールさん、めっちゃ仕事できる男で、俺の憧れなんだ。寡黙だけど、じっと後輩の俺を見守ってくれるんだよ。かすみはおっとりした小動物系で妹キャラだよな。俺の勘だけど、お二人、絶対お似合いだよ。何言ってるんだよ。ほら、早く買って戻るぞ。そう言ってトールは、焼きそば弁当を二つ取って、私に渡した。あ、二つで800円です。お釣りを渡そうとした私の指が、トールの手のひらに当たる。あ、すみません。いえ、こちらこそすみません。後輩が変なこと言って。ほら、行くぞ。振り返って手を振る友人の横を歩くトールの後ろ姿を見ていると、ふと彼の耳たぶが赤いことに気づいた。年上なのになんだか可愛いな。私は思わず頬が緩んだ。この日以降、私たちはお互いを意識し合うようになる。いつも美味しい弁当をありがとうございます。いえいえ、こちらこそ買いに来てくれてありがとうございます。サバ、好きなんですね。ドールは恥ずかしそうにうなずいた。もしよければ、一緒に見に行きませんか？ある日、トールが差し出したのは映画のチケットだった。これ、ちょうど見に行きたかったやつです。ふわ、嬉しい。私が喜ぶ姿を見て、トールははにかむ。それから私たちは何度か一緒に出かけ、やがて付き合うことに。明日、お弁当を作ってピクニックしようよ。何食べたい？サバ？サバもいいけど、卵焼きかな。トールは言葉を選びながら
恥ずかしそうに、弁当屋の弁当のおかずの中で、実は卵焼きが一番好きなことを告白した。え？卵焼きはどのお弁当にも入っているでしょ？じゃあ、毎回焼きそば弁当じゃなくてもいいじゃない。衝撃の告白に、私は思わず吹き出してしまった。いや、迷ってしまうと他のお客さんに悪いから。トールは相変わらず、もごもごと恥ずかしそうに話す。不器用で言葉少なで、恥ずかしがりのトール。でも、周りに気を使える優しさがちゃんとある。無口で堅物だと思われがちだが、私には彼の優しさがちゃんと伝わっていた。そして、そんな彼とずっと一緒にいたい。私はそう願っていた。ありがたいことに、トールも同じように思ってくれていたようで、私が22歳の時、私はトールと結婚。翌年には、一人息子のカズキが生まれた。トールがカズキのことを溺愛しているのは、一目瞭然だった。トールは、カズキが泣き出すと、すぐに飛んできて、一人おどおどしながらも、無言で抱っこしてくれるのだ。ありがとう、お父さん。話しかけてあげたら、すぐにお父さんの声も覚えてくれるわよ。話しかけるって、何をさ。咳払いしながら、カズキを私に預けると、トールは頭をかきながら、自分の部屋に入っていった。きっと恥ずかしいんだろうな。私には彼の不器用な愛情表現が可愛く思えた。やがて、カズキは小学生になった。お父さん聞いて、今日学校でね。そうか。友達と一緒に野球習ってもいい？好きなことをやれ。カズキが楽しそうに話しかけても、トールは話は聞くものの、基本的に相槌や一言で会話を終わらせてしまう。それがトールだと理解している私からすれば、何ともないことだったが、カズキは成長するにつれて、そんな父親にあまり話しかけなくなった。カズキ、第一志望受かったって、お父さんにメールした？いや、母さんから言っといてよ。父さん俺のこと興味ないし。そんなことないわよ。だって、お守り。お守り？ううん。父さんは誰に対しても寡黙だけど、カズキのことは本当に大切に思っているのよ。そうかなぁ。トールは、カズキの大学受験の時、わざわざ学業の神様が祀られている県外の神社まで行って、お守りを購入してきた。俺からだって言うなよ。トールは恥ずかしいのかそう言って、ぶっきらぼうに私にお守りを渡してきた。そのお守りは、結局私がカズキに渡したのだが、トールは誰よりも息子のことを思い応援しているのだ。トールの分かりにくい愛情表現にいつか気づいてほしい。カズキのすっかり大きくなった背中を見つめながら、私はそう願わずにはいられなかった。大学進学を機に家を出たカズキは、23歳で大学時代から付き合っていたいすずさんと結婚。結婚式の前日、なかなか寝室に来ないトールを探しに行くと、彼はリビングで、一人晩酌をしながらアルバムを見ていた。立派になったな。トールのかすれ声がかすかに聞こえる。鼻をすすりながらアルバムをめくるトールに気づかれないように、私はそっと寝室に戻ったのだった。結婚の翌年には、カズキら夫婦にアリサという可愛い女の子が生まれた。息子一家は、うちから車で1時間の距離の場所のアパートに住んでおり、お宮参りやお食い初めなど、孫のお祝い事の際は必ず声をかけてくれたため、私たちは孫の成長を間近で見ることができた。アリサちゃん、おばあちゃんだよ。アリサを抱くと、
彼女はキャッキャと笑ってくれた。アリサはイスズに似てパッチリお目目の女の子。人見知りもせず、とにかく可愛くて、私はアリサにメロメロだった。そして私の横で無言でアリサに自分の人差し指を差し出すトール。アリサがトールの指をつかむと、トールはようやく少しだけ頬を緩めた。おじいちゃんもアリサちゃんのこと大好きなんだよ。私が気持ちを代弁してあげると、トールは顔を真っ赤にする。そんなトールをアリサはじっと見つめていた。自分の子供以上に孫の成長は早かった。いつの間にか歩けるようになり、言葉を話せるようになったアリサ。アリサと二人っきりの時は目尻を下げて孫と優しく話しているトールだが、その姿を誰かに見られるのは恥ずかしいようだ。おじいちゃん、おじいちゃんってば。アリサ、おじいちゃん忙しいんだって。こっちでママと遊ぼ。カズキやイスズさんの前でアリサに呼ばれても恥ずかしくて自分の部屋に逃げてしまうトールを、私は呆れながらも微笑ましく見ていた。しかしその横でカズキがため息をつく。お父さん、小さい子苦手なのかな。うるさいのが嫌いなんだと思う。俺も父さんと遊んだ記憶ほとんどないもん。連れてこない方がいいのかしら。そんなことないわ。たまたまカズキら夫婦の会話が聞こえ、私は全力で否定した。息子のカズキのことも孫のアリサちゃんのことも大事に思ってるわよ。そうなのかな。腑に落ちないといった表情でカズキは閉じられたトールの部屋を見つめていた。せめて家族には優しくて家族思いなトールのことを分かってもらいたかったが、どうやったら理解してもらえるだろうか。私は頭を悩ませた。その後、カズキは相変わらずトールの態度に思うところがあるようだったが、イスズさんは違った。これ、アリサとお揃いなんですけど、よかったら使ってください。イスズさんがトールに渡したのはバスタオルだった。うさぎ柄のかわいいタオル。堅物のトールとはかけ離れた柄に、私はくすっと笑ってしまった。あ、ありがとう。トールはそれだけ言って、さっさと自分の部屋に入っていった。トールの表情が少しだけ柔らかくなったのに、イスズさんは気づいてくれたかな。その後もイスズさんは何かと気を使い、トールに話しかけてくれた。イスズさん、お父さんのことありがとうね。私はトールのいないところで彼女に感謝を述べる。アリサはお父さんのこと大好きなんですって。子供の勘って鋭いでしょ。私ももっとお父さんのこと知りたいなって思って、今ぐいぐい言っちゃってます。彼女は茶目っ気たっぷりに言った。よかった、イスズさんが素敵な人で。運動会、お遊戯会、お盆休みにお正月、少なくともこの4回は和樹一家に会うことができ、会うたびにアリサが元気に育っていることに、私たちはこの上ない幸せを感じていた。しかしそんな幸せな生活が一変する出来事が起こる。イスズさんが帰宅途中に交通事故に巻き込まれて亡くなったのだ。もしもし母さん、イスズが、イスズが。それはアリサの6歳の誕生日を翌月に控えた秋風の気持ちいい夕方のことだった。カズキから電話を受け、私たちは急いで病院へ向かった。そこにはすでに冷たくなったイスズさんの姿が、そしてその横には人目もはばからずに泣きじゃくるカズキの姿があった。アリサはどうやらまだ保育園のようだ。母さんはカズキについていてあげて、俺はアリサを保育園に迎えに行くから。トールはそう言うと、カズキを心配しながらも病室を出て行った。
その日は病院や警察からの説明や様々な手続きをしなければならず、私と和樹が家に戻ったのは夜中の12時過ぎだった。おかえり。アリサちゃんは？俺のベッドで寝ているよ。ご飯も風呂もちゃんとやった。ありがとう。シンクには洗われていないまな板やフライパンが置きっぱなしだった。悪い。寝かしつけてたらつい寝てしまって。今片付ける。ううん、私やるわ。ありがとう、お父さん。いすずさんはアレルギーのあるアリサの食事には特に気を使っていた。だからトールも普段はめったに料理をしないのに、アリサのために料理してくれたのだろう。一人で孫の世話をしたことがなかったトールだったが、よく頑張ってくれたと思う。そして家に着いて再び泣き崩れる和樹の横に、トールはただ黙ってずっとついていた。アリサがいすずさんの亡骸と対面したのはお通夜の時だった。綺麗にしてもらった彼女はまるで眠っているようだ。パパ、ママなんでこんなところで寝ているの？アリサの言葉に耐えられなくなり、和樹は飛び出していく。そんな父親を不思議そうに眺めるアリサ。ママ、もう目が覚めないの。天国に行っちゃったんだよ。ママ一人で行っちゃったの？アリサも連れてって。アリサがママの手を握った。ママ、一緒に帰ろうよ。こんなところで寝ていたら風邪ひいちゃうよ。まだ5歳のアリサには、母親が二度と目を覚まさないことなどわからない。私もトールもアリサにどう説明すればいいのかわからず立ち尽くしていた。なんとか葬儀を終え、私たちは家へ戻ってきた。涙も枯れ、ぼーっとしている和樹のことが私は心配でならなかった。ねえ和樹、うちで一緒に暮らしましょう。大人が三人もいれば、アリサちゃんのこともちゃんと見てあげられるわ。見る影もないほどショックを受け、塞ぎ込んでいる和樹を放っておけなくて、私たちは和樹に同居を提案。和樹が無言でうなずいたことから、私たちは同居することが決まったのである。わあ、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住めるの？やった、ママも早く帰ってこないかな。何も理解していないアリサは、そう言って喜んでくれた。もう出かけるの？朝ごはんは？会社で食べるからいい。しばらく忙しいから、晩ごはんも準備しなくていいよ。和樹は朝6時に出発し、帰りは夜の11時。帰宅時には、私たち3人はすでに眠っている。家に帰っても誰とも会話せず、お風呂に入って寝る。そして、アリサが起きる前に家を出る。和樹は、いすずさんのことを思い出さないように、あえて仕事に没頭しているようだった。これ、和樹に渡してくれ。和樹を心配して、トールが箱いっぱいに買ってきたのは、昔和樹が好きだったチョコボール。お父さんからよ。心ここにあらずな和樹が、果たして会社でちゃんと食べているかはわからないが、私は毎朝、朝食用のおにぎりとともに、そのチョコボールを渡した。一方のアリサはというと、毎朝目が覚めると、ママが帰ってきたか尋ねてきた。ママはね、お空にいるんだよ。会えないけど、ちゃんとアリサちゃんのこと見てくれてるよ。その度に、私はアリサを仏壇の前に連れて行き、こう説明した。ほら、ママにおはよう言おう。おはよう。納得いかない顔をしているアリサに、私は無理に笑顔を作る。早く帰ってきて。アリサのつぶやきが私にはちゃんと聞こえたが、彼女の言葉をかき消すように私は言った。今日はおばあちゃんとお花摘みに行こうね。アリサは、いすずさんが亡くなって以降、
保育園に登園していない。保育園にはいつもママが連れて行ってくれていたため、ママとじゃないと行きたくないそうだ。母親がいなくなり、父親ともなかなか会えない日々。アリサ自身もきっと不安を抱えているに違いない。そう思って私はなるべくアリサの隣にいて気を紛らわせてあげることにした。いつまでもうつむいていたら、いすずさんに怒られるわよ。いすずさん、あなたやアリサちゃんの笑顔を見るのが、この上なく幸せだって言ってたわ。四十九日に納骨を済ませても、なお塞ぎ込んでいるカズキを元気づけようと言葉をかけたが、いすずさんの名前を聞いた途端、彼は無言のまま涙を浮かべた。ごめんね。でもあなた、アリサちゃんの父親なのよ。わかってるよ。カズキはそう言うと、さっと家を出て行った。一方のアリサも、相変わらずママが帰ってくると疑わず、毎日、ママは?と聞いてくる。その度に私は、いすずさんは空の上にいることを伝え、仏壇の前に連れて行った。ママはここで聞いてくれているから、お話ししてごらん。しかしアリサは固く口をつぐんだまま、じっとママの家を見つめるだけだった。どうすればこの二人は乗り越えられるのかしら。私は深いため息をついた。ある日、アリサと一緒に幼児番組を見ているときに、アリサが言った。おばあちゃん、お金ちょうだい。え、お金?何に使うの？電車に乗りたいの。見ていた幼児番組は、主人公の女の子が電車に乗っていろんな場所を旅する物語だった。空を飛んだり、虹の橋を渡ったり、海の中を走ったり、何だってできてどこにだって行ける、そんな夢いっぱいの物語だ。じゃあお手伝いしたらお小遣いあげるね。お金貯めて電車に乗ろうね。うん。久しぶりにアリサの弾けんばかりの笑顔を見た。アリサはどこに行きたいのかな。せっかくだからみんなで遠出してもいいわね。そうすればカズキも少しは気分が晴れるんじゃないかしら。私はそんなことを考えながら、張り切ってお手伝いをしてくれるアリサに目を細めた。おじいちゃんおばあちゃん、電車乗りに行くよ。数日後、アリサは小さなリュックを背負って帽子をかぶり、準備万全で私たちの前に現れた。今日行くの？そうだよ、早く行かなくちゃ間に合わないよ。私とトールは顔を見合わせる。ぐいぐいと手を引っ張られ、私たちはアリサの勢いに負けてそのまま駅まで行くことになった。今日は電車見るだけだよ。まだ何の予定も立てていない私はアリサにそう伝えたが、アリサは聞く耳を持たない。電車を見れば落ち着くかな、そう思い、私たちはアリサを駅に連れて行った。駅に着き、改札の前に立っている駅員さんを見つけると、アリサは駆け出した。走ったら危ないぞ。トールと私は慌てて追いかける。一足早く駅員さんの前に着いたアリサは、リュックから財布を取り出すと、駅員さんにお金を差し出した。150円あります。これで、お空のママのところへ連れてってください。それは…アリサに真剣な眼差しを向けられた駅員さんが、困惑して私たちを見る。アリサちゃん、おいで。私はアリサをぎゅっと抱きしめ、ママのところに行くには時間がかかること、電車では行けないことを説明した。行けるもん。どこにでも行けてたもん。私もママに会いに行くの。テレビでは電車が空を走っていたから、電車に乗れば私もお空にいるママのところに行けるんだ、と泣きながら訴えるアリサ。私が安易に、ママはお空にいる、なんて言ったからだ。アリサはそれを信じて、
ママに会う方法を必死に考えていたのだ。寄り添っていたつもりだったけど、私はアリサの気持ちを全然理解していなかった。アリサの思いを知り、私は胸がはち切れそうになる。私はただアリサを抱きしめ、彼女が落ち着くのを待つことしかできなかった。覚悟できたな。5分ほど経っただろうか、後ろから声がした。え？私もアリサも思わず顔を上げる。そこには鬼の形相をしたトールが立っていた。ほら、行くぞ。お父さん、ちょっとどこへ？私の質問に答えず、険しい顔をしたままトールはアリサの腕を強く握る。驚いて再び泣き出すアリサのことなどお構いなしに、トールはアリサを引きずって向こうに止まっている電車に乗り込んだ。置いていくぞ。私も慌てて二人の後を追い、電車に乗り込む。しばらくすると電車が動き出し、私たちは席に着いた。アリサは何が起こっているか理解できず、ヒックヒック言いながらも涙はすっかり止まっていた。スカスカの車内で無言の私たち。お父さん、これからどこに行くの？席に座って少しだけ落ち着きを取り戻した私は、トールに行き先を尋ねた。すぐにわかる。トールはそれだけ言うと、視線を窓の外に移す。うつむいているアリサに私は声をかけた。アリサちゃん、雨いる？アリサはこくりとうなずく。あっちに海が見えるね。トンネル長い。微妙な空気を打破するため、私は努めて明るく振る舞った。30分ほど乗っていただろうか。次、降りるぞ。トールはそう言うと、自動ドアが開くと同時にスタスタと歩き始めた。私はアリサの手をつなぎ、遅れまいとその後を追う。トールは駅を出ると止まっていたタクシーに乗った。不安そうな顔でこちらを見るアリサの手をぎゅっと握り、私たちもタクシーに乗り込んだ。おそらく私たちが乗り込む前にトールは運転手に行き先を告げていたのだろう。私たちが乗り込むとすぐにタクシーは動き始めた。おじいちゃんとおばあちゃんとお出かけいいね。運転手がバックミラー越しにアリサを見ながら話しかけた。顔をこわばらせて返事をしないアリサに、運転手はさらに話しかける。近くにおいしいおはぎ屋さんがあるから買ってもらうといいよ。うん。おはぎと聞いて少しだけ表情が緩んだアリサを見て、運転手は優しく笑った。15分ほどしてタクシーが止まった場所はあるお寺の前だった。ここ知ってる。すごいね。この前来たのを覚えているんだね。そう、ここは四十九日の納骨の際に一度来たことがあるのだ。しかしその時は車で来たため、私もタクシーに乗るまではトールがどこに向かっているのか本当に気づかなかった。私たちに構わず、トールはつかつかと墓地を進み、ある墓地の前で立ち止まって、アリサに手招きをしている。知っている場所だと分かって、少し安心したアリサは、トールの元に走っていった。この前来た時は、忙しくてゆっくり説明してあげられなくてごめんな。アリサのママは、ここで眠っているんだよ。トールはしゃがんで、アリサと視線の高さを合わせてゆっくり話した。アリサはまだ子供だからと曖昧にしてきた事実。ママは交通事故に遭って亡くなってしまったこと。亡くなった人にはもう二度と会えないことをトールはアリサに伝えた。アリサは溢れそうな涙をこらえ、一生懸命にトールの話を聞いている。アリサちゃんや、私たちにはママの姿は見えないけれど、ママはいつもアリサちゃんの近くにいて応援してくれているんだよ。
私も涙をこらえながら精一杯笑顔を作ってアリサに伝えた。ママはアリサやパパが笑っているのを見るのが一番幸せだって言ってたぞ。ほら、ママに楽しい話をしてあげてごらん。いすゞさんのことをよくわかっているな、と私はトールに感心する。ママ、ずっとママに会いたかったんだよ。寂しかったんだよ。急に楽しい話をと言われても思いつかないようで、アリサはまず自分の気持ちを少しずつ言葉にし始めた。ママに会うために、私、いっぱいお手伝いしたんだよ。ママに会いに行くために、電車賃を稼ぐために、お手伝いを頑張ったこと。皿洗いができるようになったこと。初めて乗った電車で、長いトンネルをくぐったこと。話しているうちに、いつの間にかアリサの表情は明るくなっていた。あ、ママの好きなおはぎ屋さんが、この近くにあるんだって。先ほどのタクシー運転手に教えてもらったことを思い出したアリサ。じゃあ帰りに買って帰って、うちの仏壇にお供えしてあげようか。ママ、うちまで来てくれるの？ママは、アリサちゃんの近くにいつもいるんだよ。ただ見えないだけ。でもちゃんといるから、家でもたくさんお話ししようね。うん。すっかり明るさを取り戻したアリサを見て、私とトールは、胸をなで下ろした。その晩、アリサは仏壇の前にいた。おはぎおいしかったよ。ママも食べてね。あとこのお茶、私が入れたんだよ。私のコップ貸してあげるからね。じゃあ、おやすみ。前を向いて歩き始めたアリサ。その日はめったに言わない寝言を言った。ママ、向こうまで競争しよう。夢の中でいすゞさんと遊んでいるようだ。お父さん、ありがとう。私は勇気を持ってアリサに本当のことを伝えてくれたトールに感謝した。あとは、カズキだな。カズキを元気にしてあげられる自信が私は全くなかった。それから一週間が経過。アリサを寝かしつけていたら一緒に寝てしまい、夜中の11時ごろ目が覚めた。あらやだ、お皿まだ洗ってないわ。キッチンに行こうと廊下を歩いていると、リビングから声がした。一杯付き合え。そっと中を覗くと、カズキは帰ってきたばかりのようで、片手にカバンを持っている。疲れてるから、座りなさい。誘いを断ろうとしたカズキを、トールは強引に座らせ、トールはカズキの前にウイスキーを注いだグラスを差し出した。この間、アリサとイスズさんのお墓に行ったんだよ。トールはカズキに、アリサが電車でイスズさんに会いに行くために手伝いをしてお金を貯めていたこと、駅でママに会いたいと泣き叫んだこと、アリサには事実をちゃんと話して分かってもらえたことを伝えた。アリサなりに心を整理して、今はちゃんと前を向いて生きているぞ。そろそろお前も。トールの言葉を遮るように、カズキがゴンとグラスを置く。そんな簡単に気持ち切り替えられるわけないだろ。カズキは、未だにいすゞさんが亡くなったことを認められず、彼女のことを考えないように、わざと仕事に没頭しているんだと、涙ながらに訴えた。子供じゃないんだから、アリサみたいにすぐに受け入れられないよ。父さんに俺の気持ちがわかるわけがない。完全に理性を失ってわめき散らすカズキをトールが睨む。子供だからすぐに受け入れられたわけじゃない。アリサだってずっと苦しんでようやく受け入れたんだ。いすゞさんがいなくなった上に、父親であるお前も近くにいてくれない。アリサが一番頼りたかったのは、父親のお前なんだぞ。そう、アリサは言葉にこそ出さなかったが、いつもカズキのことを気にしていた。いくら私たちがずっとそばにいても、
それまで一緒に暮らしてきた家族が急にバラバラになってさぞかし不安だっただろう。トールの話を聞き、和樹は少しだけ落ち着きを取り戻した。俺や母さんもそれ相応の年齢なんだから、いつ何が起こるかわからない。その時、アリサを守ってやるのは誰だ？父親のお前しかいないんだぞ。和樹はうつむき、涙を流す。イスズさんの分まで、アリサに愛情を注いでやってくれ。家族なんだから、アリサと一緒に過ごして、一緒に乗り越えるんだ。いつの間にか、トールの目からも、涙が流れていた。トールの言葉は、きっと和樹に響いただろう。無言で向かい合って晩酌を続ける二人に見つからないよう、私はそっと寝室へ戻った。翌朝起きると、シンクの中の皿はすべてきれいに洗われており、グラスが二つ並んで干してあった。洗ってくれてありがとう。和樹とお酒飲んだの？ああ。何話したの？酔ってたから覚えてないよ。トールは読んでいた新聞を広げてごまかした。男同士の会話をちゃんと黙ってあげられる。これもトールの素敵な一面だと私は改めて感じたのであった。それから和樹は家で朝ごはんを食べていくようになった。パパおはよう。朝起きてパパがいることに大喜びするアリサ。和樹はそんなアリサの頭を優しく撫でた。アリサ、パパと保育園行く？行く。パパが自分のそばにいてくれることが分かり安心したのか、アリサはずっと休んでいた保育園に登園するようになった。私も保育園頑張るから、パパもお仕事頑張ってきてね。帰ってきたらママと3人でお話ししようね。わかった。アリサの明るさに救われ、和樹もだいぶ前向きになってきた。約束通り、和樹が早く帰宅できた時には和樹とアリサはいすずさんの家の前でお互いのその日の出来事を報告している。アリサちゃんってこんなに笑う子だったんだな。いくら私たち祖父母が頑張っても父親にはかなわない。和樹のおかげでアリサ自身も本来の自分を取り戻すことができたのだった。一人親になったことをようやく自覚した和樹は、アリサとの時間を大事にするために転職活動をスタートさせた。在宅ワークもできて、子育て世代に優しい会社を探していた。気負いすぎないでね。私たちを頼るのよ。あなたが元気でいてくれるだけで、アリサちゃんも元気でいられるんだから。ありがとう。すっかり父親らしくなった和樹に、私は目を細める。転職活動を始めて1年、ようやく和樹は希望の会社に転職することができた。おかげで平日に開催される小学校の参観日にも行けるし、日曜はアリサが行きたいところややりたいことをみんなで楽しむことができるようになった。あなたたち、晩酌しながら何を話してるの？そして日曜日、アリサが寝静まると、決まって晩酌を始めるトールとカズキ。二人の会話の内容が気になって尋ねてみたが、特に何も話していないとのこと。まあ、トールが相手だとそうなっても納得はいく。黙って優しく見守ってくれるトール。きっとカズキにもそんなトールの優しさが伝わっているに違いない。そして心が通った親子には言葉はいらないのだろう。私は二人の関係がなんとなく羨ましく思えた。アリサちゃん、この靴どうしたの？ある時、玄関に見慣れない可愛い靴が置いてあった。おじいちゃんが買ってくれたんだよ。私の好きな空色。ソファーに座っていたトールがあからさまに私から目をそらす。別に買ってあげるのはいいんだけど、なぜトールは私から目をそらしたのだろう。この筆箱とメモ帳と靴下と
帽子もおじいちゃんが買ってくれたんだよ。そんなに?そういえば、先週の土曜日、私が眼科に行っている間に、二人で出かけたと言っていた。きっと、可愛い孫のおねだりに負けてしまったんだろうな。その時の様子を勝手に想像して、私は思わず笑ってしまった。どうしたの?おじいちゃん優しいね。アリサはにっこり笑ってうなずく。おじいちゃんに、ママみたいになりなさいって言われたから、私頑張らなくちゃ。ママみたいに?アリサの話では、トールはアリサに、イスズさんの気配り上手なところや、分け隔てなく接してくれるところ、何より家族の笑顔が自分の幸せだと断言できるところを尊敬していると伝えたそうだ。ママからもらったタオル、おじいちゃんはまだ大事に取っているんだって。あれはおじいちゃんの宝物なんだって言ってたよ。トールが自分の思いをこんなにもはっきり言葉にして、アリサに伝えていることに驚いた。相手に寄り添い、相手に合った対応をするトール。カズキと無言で晩酌する姿も、アリサちゃんにちゃんと言葉で伝えてあげる姿も、どちらもトールの素敵な一面だった。結婚して30年以上経った今、トールの新たな魅力に気づき、私はすっかり彼に惚れ直してしまった。ほら早く。パパ、おはぎ買うの忘れないでよ。そして今日は12月7日、いすずさんの月命日だ。月命日は家族4人で、いすずさんのお墓参りに行くことにしている。今回は、アリサの希望で、4人で電車に乗ってやってきた。寒い中、お墓を掃除してくれるアリサ。ありがとう。私、ママみたいだった?ママみたいだったよ。トールから褒められ、とても嬉しそうなアリサ。そんなアリサを、カズキはにこやかに見ている。私たち家族、こんなに笑えているよ。だから、いすずさん、安心してね。これからも、私たち4人を見守っていてください。目を開けると、ここにいすずさんもいるような、そんな暖かな空気に包まれた。お母さん、そろそろ還暦のお誕生日ですよね。素敵なお祝いをしたいと思って、高級料亭を予約したんです。そこでお食事を楽しみましょう。息子嫁の口から出たその言葉は、とても上品で洗練されたもので、普段とは打って変わっていた。その華やかなお祝いに心が躍ったものの、内心では静香さんの別人のような態度に不安を感じていた。しかし後日、それは息子、ひろきの発案で、静香さんが自分から言い出したことではないことを知った。やはりそんなことか。それなのに、あたかも自分から言い出したような口ぶりをしていた静香さんには、呆れ返るしかない。とはいえ、せっかく祝ってくれるというのだし、高級料亭での食事なんて、久しぶりだ。美味しいものを食べている間は、静香さんも優しく接してくれるかもしれない。そう思い、当日を楽しみに待つことにした。そして還暦の祝いの日、心躍る思いで高級料亭に足を踏み入れたのだが、静香さんの姿が見当たらなかった。とりあえず待つこと数分、時計の針が進むにつれて不安が募り始めた。周囲には美しい花々やきらめく照明が灯され、特別な日を祝福する雰囲気が漂っているのに、誘ってきた本人がいないことに奇妙な感覚を感じた。とそこへ、おかみさんが案内のために私に話しかけてくれた。そしておかみさんと目が合った瞬間びっくり。なんと彼女は私が中学校まで一緒だった幼馴染だったのだ。わあ、久しぶり。元気だった?と喜ぶと、彼女も笑顔で返してくれた。数十年ぶりの再会に、私の心は温かな感動に包まれた。しかし次の瞬間、彼女は何とも言えない複雑な表情を浮かべる。違和感を覚えたものの、とりあえず彼女の後に続き、
部屋に案内してもらった。しかし、襖を閉めた瞬間、彼女は小声で囁いた。今すぐここから逃げて。思わず、ひるんでしまうような真剣な眼差しだった。そうして彼女から語られる静香さんの真実に、私の背筋は凍ってしまった。私の名前は、藤原常世。59歳の主婦だ。夫は病で早くに亡くなり、それ以来一人暮らしをしている。幸いなことに、義父母と夫が遺産を残してくれたので、なんとか生活することができている。パート勤めをしてはいるが、それはどちらかというと、生きがいを見つけるため。働かなくても生活はできるが、一人で家にこもるのは嫌だし、何より世間との関わりを持っていたい。そんな私には長男がいて、名前はひろきという。年齢は30歳。外資系企業に勤め、海外出張も多い。妻である静香さんは専業主婦で、二人の間には子供はいない。そしてその静香さんが、今の私の悩みの種だ。外資系企業に勤めているだけあって、ひろきの収入はなかなかのものだ。おそらく、同世代のサラリーマンよりは、かなり多くの給料を、稼いでいると思う。そのおかげで静香さんは働かずとも裕福な生活を送っている。それ自体は問題ないのだが、静香さんは少々浪費癖があり、最近はそれが目に余る。ほとんど家事をせず、食事もデリバリーで済ませていて、無駄に食費が高い。それどころか、たまに遊びに行くと、高級ブランドの品々がどんどん増えているのだ。そんな生活だから、時間が余りすぎていて、暇を持て余しているはず。しかし、静香さんから私に連絡が来ることは滅多にない。私としては、義理とはいえ、娘なのだから、もっと仲良くしたいと、少し寂しく思っていた。静香さんが私の家に来るのは、ひろきから何か言いつけを受けた時だけ。これ、ひろきさんの出張のお土産らしいですよ。確かに渡しましたからね。そう言って用事を済ませたらすぐに帰ってしまう。お茶でも入れるからたまにはゆっくりしていったら？何度かこうして誘ったこともあるが、その度に静香さんには、前にも言いましたけど、私は忙しいんです。お母さんみたいに毎日暇じゃないんですから。と、イライラした様子で返されてしまう。正直、義母にこのような態度を取る女性を嫁にもらったひろきが心配だった。ひろきに心配をかけるのも嫌で、笑顔で受け流している。しかし彼女はことあるごとに、物申すような性格で重箱の隅をつつくことが日常茶飯事だった。例えばある日のこと、その日は静香さんが珍しく、私の家に遊びに来ることになっていた。私は彼女を温かく迎えようと思い、手料理をたくさん用意しておもてなしした。しかしそんな私の努力も実らず、静香さんは微妙な表情で口を開いた。お母さん、この料理悪くないけど、もっと薄味の方がいいんじゃないですか？あら、そう、ごめんなさいね。次からは静香さんの好みに合わせるようにしますね。私は笑顔で応じたが、心の中は不信感でいっぱいだった。というのも、以前に料理を出した時には、これ、めちゃくちゃ味が薄くないですか？お母さんみたいなお年寄りにはいいかもしれないけど、私の口に合いませんね。と言われていたのだ。彼女はいつも、私の料理に対して、細かいことを指摘する癖がある。それ以外にも静香さんは、私の家に来るたびに何かしら注文をつけるような言葉を口にした。テレビの音量が大きいとか、花瓶の位置が少しずれているとか、どんな些細なことでもダメ出しを受けた。毎回言うことが全く違い、もはやただの言いがかりとしか思えなかったが、私はひたすら耐えていた。そしてある日、私が買い物に行った時のこと、たまたまそこで静香さんとばったり会ってしまった。その時私は新しい洋服を選んできていたのだが、静香さんは、それは少し地味じゃないですか？
今時そんなファッションの人いませんよ。と言い出した。彼女が必要にダメ出ししてくるので、私は自信をなくしてしまった。さらに静香さんは、私の家を訪れるたびに、台所のキッチンや冷蔵庫をチェックしているように思えた。冷蔵庫がこんなにいっぱいなんて、光熱費の無駄ですよ。食材は詰めればいいってもんじゃないんですから。自分は節約など全く考えず、浪費してばかりでは?という言葉は、ぐっとこらえ胸にしまう。それもこれも、毎日仕事を頑張っている、ひろきのためだ。私がここで静香さんと、いらぬいざかざを起こして、ひろきに負担をかけることは避けたい。静香さんが来るたびに、私は彼女の物言いに、耐えるようにしていた。しかしそれでも私は、家族として受け入れることを決めていた。どんなに嫌な相手でも、息子が選んだ人だ。私にはまだ見えていない素敵な部分があるのだろう。そう思い、なんとか静香さんのいいところを探そうと頑張っていたある日、静香さんは友達と出かけるために不在だった。その日も私はいつものように家事をこなしていたが、夕方になって冷蔵宅配の配達員がやってきた。中には高級な食材が詰まった箱が入っているらしい。受取人は藤原常世様になっております。私は驚いた。そんなものを頼んだ覚えは一切ないからだ。しかし、よくよく話を聞いてみると、頼んだのは静香さんらしい。自分が不在にするので、勝手に私を受取人にしたのだ。静香さんが注文したんですか?そう聞くと、配達員がうなずいたため、私は仕方なく受け取り、静香さんが帰ってくるまで冷蔵庫に入れておいた。数時間後、夜も更けてから静香さんは帰宅したらしい。預かってもらってたやつ、持っていきますね。やってきた静香さんは、お礼も言わず、勝手に冷蔵庫を開け、さっさと帰っていった。これだけでも、もやもやするのに、その後の対応がさらにひどかった。ちょっと!この食材傷んでるじゃないですか。どういう保管の仕方をしているんですか?私はすぐに冷蔵庫に保管しておいたのに、そんなにすぐ傷むのかと内心困惑しながらも謝罪をして一言添える。傷んでしまっていたのならごめんなさい。申し訳ないことをしたわ。でも静香さん、私にはいいけど、他の方にそんなことをするのは良くないわよ。しかし彼女はきっと睨みを聞かせるだけで何も言わなかった。その後も静香は粗大ゴミ同然のガラクタを客払いで私の宅に送ってくることがあった。まるで私の家を一時保管場所か何かのように思っているらしい。そんなある日のこと、静香さんから突然電話がかかってきた。お母さん、そろそろ還暦のお誕生日ですよね。おめでとうございます。素敵なお祝いをしたいと思って、特別な場所に誘いたいんです。どうですか?高級料亭でお食事を楽しみましょう。いつもお世話になっているから、こういう時ぐらいは恩返しをさせてください。お店も私が選びますから、お母さんは楽しみに待っているだけでいいですよ。彼女の口から出たその言葉は、とても上品で洗練されたもので、普段とは全く変わっていた。その華やかなお祝いに心が躍ったものの、内心では静香さんの別人のような態度に不安を感じていた。しかし後日、それはひろきの発案で、静香さんが自分から言い出したことではないことを知った。やはりそんなことか。それなのに、あたかも自分から言い出したような口ぶりをしていた静香さんには呆れ返るしかなかった。とはいえ、せっかく祝ってくれるというのだし、高級料亭での食事なんて久しぶりだ。もしかして、美味しいものを食べている間は、静香さんも優しく接してくれるかもしれない。そう思い、当日を楽しみに待つことにした。ワクワクとした気持ちで迎えた当日、心躍る思いで高級料亭に足を踏み入れたのだが、静香さんの姿が見当たらなかった。とりあえず待つこと数分。
時計の針が進むにつれて不安が募り始めた。周囲には美しい花々やきらめく照明が灯され、特別な日を祝福する雰囲気が漂っているのに、誘ってきた本人がいないことに奇妙な感覚を感じた。とそこへ、おかみさんが案内のために私に話しかけてくれた。そして、おかみさんと目が合った瞬間びっくり。なんと彼女は、私が中学校まで一緒だった幼馴染だったのだ。わあ、久しぶり。元気だった？何年ぶりかしら。あなた、全然変わってないわね。と喜ぶと、彼女も笑顔で返してくれた。まあ、お上手ね。でも全然変わってないなんてことないでしょ？もう何十年も会ってないんだから、それにしても奇遇ね。まさかあなたが来てくれるなんて。数十年ぶりの再会に、私の心は温かな感動に包まれた。しかし次の瞬間、彼女は何とも言えない複雑な表情を浮かべた。そこからは何かを伝えたがっているような、しかし言い出せないような様子が伺えた。違和感を覚えたものの、とりあえず彼女の後に続き部屋に案内してもらう。しかし襖を閉めた瞬間、彼女は小声で囁いた。今すぐここから逃げて。思わずひるんでしまうような真剣な眼差しだった。何のことだかわからなかったが、彼女は静香さんについて語り始めた。静香さんは私よりもかなり早めに到着したらしい。彼女は先に静香を案内することにしたのだが、その際彼女の態度に違和感を覚えたらしいのだ。個室に通された静香さんは携帯でうるさく話し、とにかく不愛想な態度を見せていたそうだ。かなり感じが悪く、彼女も嫌悪感を覚えたそう。そしてその会話から、どうやら静香さんが借金取りと話しているらしいことを察したという。とにかく今日、代わりに義母が全部払ってくれるから。もうすぐ来るから、ちょっと待ってよ。え？大丈夫だってば。いつも私に頭が上がらないんだし。もうろくした年寄りなんだから。あんたがちょっと強く言えば、おとなしく払うってば。あ、それと口止めは、しっかりしといてよ。旦那にバレたら大変なんだから、頼んだよ。そう言っていたらしい。彼女は静香さんの態度に戸惑いながらも、料亭の場所や時間まで指定されていたことから、今これから起こる出来事で、間違いないと確信したそうだ。どうしようかと思っていたんだけど、現れたのがあなたでしょ？これはすぐ伝えなきゃと思って。彼女は機転を聞かせ、静香さんに気づかれないように、私を別の席に案内し、すべてを教えてくれたのだ。そして彼女は、静香さんの衝撃の電話の内容を教えてくれた。静香さんは、ブランド品がかなり好きらしく、息子の給料だけでは足らず、あちこちに借金をしているようだ。あの人すごい額を借りてるみたいよ。電話の向こうから怒鳴ってる声が私にも聞こえたもの。あれはまともなところじゃないわ。きっと闇金にも手を出してるのよ。彼女が聞いた話によると、金額は500万円になっているという。私はそれを聞いて目が飛び出るかと思った。よくもまあ、次から次へとそんな借金ができるものだ。しかもそれをすべて私に肩代わりさせようと考えるとは、どう考えてもまともな人間の考えることではない。しかしここで一つの考えが浮かんだ。もしここで私が逃げ出したとしても、結局同じことの繰り返しではないだろうか。静香さんはなんだかんだと理由をつけて私の元へやってきて、金をせびってくれるに違いない。もしかすると借金取りを伴ってやってくることもあるかもしれない。要するに、ここで逃げ出しても根本的な解決にはならないということだ。そう思った私は、ついにとある決心をした。これまではヒロキのことを考え、静香さんに厳しく接することはなかった。しかし、ここまでされてしまったのでは、もう我慢ができない。それに何より、そんな人間と一緒にいては、ヒロキがかわいそうだ。
外資系企業に勤めているから給料はいいとはいえ、自分が汗水垂らして働いたお金をすべて食い物にされているのだから。そう考えると息子のことが不憫でならなかった。そこで私は彼女に言った。私に考えがあるの。彼女と同じ部屋に通してちょうだい。おかみさんはすごく驚いていた。そんなことをしたら本当に借金取りが来ちゃうんだってば。彼女は心底私のことを心配してくれている。しかしそんな彼女に向かって私は毅然とした言葉を投げた。それはわかってるの。だけどここで逃げ出しても何も変わらない。今まで我慢してきたけど、ここで根本的な原因を排除することにするわ。私の言葉におかみさんは肩の力が抜けたようで、そういえばそうだったわ。あなたは昔から言い出したら聞かない人だったものね。と笑ってくれた。わかった。あなたがそこまで言うんだったら、本当にちゃんとした考えがあるのね。彼女はそう言うと、私は静香さんの待つ部屋へ案内してくれた。何やってたんですか？遅かったですね。来ないかと思って心配しちゃいました。私が到着すると、静香さんは明らかにそわそわしている様子だった。もし私が来なければ、借金取りに何をされるかわからないからだろう。私が現れたことで、その表情は少し安堵の色を見せたように見えた。しかしその企みはすべてわかっている。彼女の好きにさせてなるものか。私はこの部屋に来る前に、とある場所に電話をしている。静香さんと適当に話をしながら、電話の相手が現れるのを、今か今かと待っていた。時間が経つにつれ、静香さんはどんどんとイライラし始めた。借金取りに早くこの場に来てほしいのだろう。とそこへ、おかみさんが襖の向こうから声をかけた。失礼します。お連れ様が参られました。静香さんは待ってましたとばかりに大きな声で言った。すぐに通してちょうだい。かしこまりました。しかし、襖を開けて入ってきたのは借金取りではない。そこには警察の制服を着た一人の女性が立っていた。え？警察？どういうこと？お久しぶりですね。静香さん、母がいつもお世話になっているそうで。そこに現れたのは私の娘の陽子。職業は現役の警察官。普段から静香さんの嫌がらせを相談していたのだ。とそこでおかみが口を開いてくれた。あなたが電話で話していた内容を全部聞いたんです。この方に借金の肩代わりをさせようとしていましたね。このことで静香さんはようやく状況を理解したようだ。なるほど、そういうことね。それで警察に通報したってわけね。私そんなこと全然言ってないんだけど。ほんと被害妄想もいいところね。しかし陽子がさらに詰め寄る。この方が本当に聞いたって言ってますよ。陽子は私と違い気丈な性格。物おじせず、誰に対しても、ズバズバと物を言う。その性格だけでも、圧力が強いのに、今日は警察の制服を着ているのだから、さすがの静香さんも、これにはおじけづくだろうと思っていた。何それ？なんか証拠でもあるの？この人が、聞き間違えただけでしょ？しかしそう言って、彼女はとぼけ始めた。その視線は、私の方にも向けられ、明らかに見下したような感じだ。ここで私はすべてを暴露した。あなたのことは全部陽子に相談してるの。今まではひろきとのこともあって一歩引いてくれてたのよ。でも何か危ないことがあったらすぐに行ってねって言われてたのよ。どうやら今日がその時みたいね。すべてを把握されていると知った静香さんは手のひらを返し、急に怒鳴り始めた。ふざけんじゃないわよ。あんたたちみたいなのはね、金さえ出しときゃいいのよ。あんたも、バカ夫も。
そう叫ぶと、静香さんはテーブルにあった湯飲みを私に投げつけてきた。しかしその湯飲みは私には当たらず、柱に直撃し大きな音を立てる。そこで陽子が言う。ねえ、ひろき、ちゃんと聞いたでしょ？そう言うと陽子はポケットから携帯電話を差し出した。通話中の画面にはひろきの名前が高校と照らし出されていた。静香、全部聞かせてもらったぞ。俺に隠れて母さんをいじめていたのか。それに借金ってどういうことなんだ。お前には十分すぎるほどの生活費を渡しているはずだぞ。ひろきの大きな怒鳴り声がスマホから響いた。さすがの静香さんも大慌てで苦しい言い訳を始めた。違うのよ。今ね、お母さんたちとちょっとふざけていただけなの。電話だからわからないとでも思っているのだろうか。しかしそこで陽子が、騙されちゃダメよ。この人お母さんに向かって湯飲みを投げつけたのよ。と注意した。ひろきも大激怒だった。なんだって？さっき何かが割れる音がしたのは、そういうことだったのか。お前とは離婚だ。すぐそこに行くから、覚悟しろ。ひろきは電話を切って、急いでこちらへ向かっているようだった。よくよく話を聞いてみると、静香さんは私に2時間早い時間を伝えていたそうだ。要するに、早めに私を呼び出して、借金取りに引き合わせようとしていたらしい。静香さんに騙されていたひろきは、私たちが早めに到着しているのも知らず、まだ仕事をしているらしかった。烈火のごとく怒ったひろきが、こちらへ向かっていると知り、静香さんは途端に真っ青になった。どうしよう。このままじゃ離婚させられちゃう。あなたたちからも何か言ってよ。この後に及んで静香さんは謝りもせず、私たちにすがりついてきた。何をふざけたことを言ってるの？こんな状況であなたを助けるような人はいないわ。甘えるのも大概にしなさい。これまで静香さんに強く言うことはなかったので、かなり驚いていたようだ。でもこのままじゃ、ひろきが来ちゃう。どうしよう。ひろきが来るまで待つ必要はないよ。あなたには、署まで来てもらうから。この後に及んで、おろおろしている静香さんに向かって、陽子が追い打ちをかけた。母に対する、これまでの仕打ち。そして何よりさっき、湯飲みを投げつけたことで、暴行罪が成立するのよ。言っとくけど私は、すべてを見てたんだから、言い逃れはできないわよ。それと借金に関しては、あなた一人で返しなさい。その言葉で静香さんは、ようやく観念したらしく、呆然と陽子に連れて行かれた。それからしばらくして発覚したのだが、やはり静香さんは、闇金に手を出していた。静香さんはとにかく、周りに対して、マウントを取りたい性格。そのために、ブランド品で身を固め、他のママ友に自慢していたらしい。ひろきの収入だけでは、お金が足りなくなり、こっそり様々な闇金にまで手を出していたという。しかしそのことを話した時のひろきの反応は、意外なものだった。実は俺も、うすうす感づいていたんだ。家計のことを静かに、任せっきりにしていた俺も悪かったけど、この間ふと銀行口座を見たら、0円になってたんだ。ひろきは陽子にも静香のことを相談していたらしい。陽子はあわよくば闇金業者の摘発のために静香さんを泳がせていたという。後日談ではあるが、陽子の活躍で闇金業者は見事摘発された。そして今回のことをきっかけに、ひろきは静香さんに離婚届を突きつけ、今すぐ家を出て行けと言ったらしい。もちろん静香さんはそれまでの贅沢な暮らしを手放したくないようだった。そもそも自分が多額の借金を背負っているため、どうしても離婚だけは嫌だと髪を振り乱して拒否したと聞く。これを見てもまだそんなことが言えるのか。ひろきは自分でまとめた借金の履歴や私への嫌がらせの証拠を突きつけたそうだ。
離婚が嫌なら、今すぐ借金を全額自力で返せ。そして嫌がらせをしてきたことを、母さんに土下座して謝れ。もちろん、すべてを許してくれるまで、帰ってくるな。その時静香さんは、私の元へやってきて、本当に、申し訳ありませんでした。これまでの私は、どうかしていました。これからは、心を入れ替えますので、どうか許してください。と、泣きながら謝ってきた。しかし私には、それが上辺だけのものであることは、わかっている。私に許してもらわないと、ひろきから離婚を取り消してもらえないからだ。要するにこの人は、ひろきのお金目当てで、土下座しているに過ぎない。顔を上げてください。そんなことをされても、今までのことは消えないんです。私は近くで応援することはできませんが、これからは言葉通り、心を入れ替えて、頑張ってください。今後は関わらないように伝え、帰ってもらった。結局、ニッチもサッチも行かなくなった静香さんは、借金取りから逃げるように、行方をくらまし、今では、どこで何をしているのかわからない。私の還暦祝いは、後日改めて行われた。そこでは、ひろきとようこに、おかみとの昔話を聞かせてあげた。なんたって、もう何十年も前の話だ。かなり、長い話になってしまい、二人ともうんざりしているのがわかった。母さん、もういいじゃないか。その話さっきも聞いたよ。ひろきとようこが苦笑いしながらも聞いてくれるのが嬉しくて、私は話すことをやめなかった。こうして笑っていられるのも幸せなことなんだ。そう再確認して、私はひっそりと安堵の意味を浮かべた。これからは親子水入らずの生活を楽しみたいと思っている。